日本語解析システム雪だるまにおける表記の拡張とまとめ上げというふうに題しまして、名護技術科学大学の西山から発表を始めさせていただきます。まずはじめに、概要はいいですね。まずはじめに背景ですが、私たちは表記揺れという問題に取り組んでまして、例えばリンゴという表記は、このカタカナでリンゴとひらがなでリンゴと漢字でリンゴみたいな3種類の表記があると思うんですが、これは意味や読みは同じなんですけど、意味や読みや品種は同じなんですけど、表記が異なるというふうな問題があります。これは日本語のウェブページ中に約 10% ぐらい含まれているというふうな報告がありまして、この 10% の表記を改善することはまだできてないんですけど、その一部を改善することによって機械翻訳における精度が向上するような今まで先行研究がありました。タイトルに入っているんですが、私たちのそもそも雪だるまって何なのかって話なんですけど、日本語解析機雪だるまというのはメカブユニディックの出力を加工しておりまして、例えばこちらの発表、ひらがなの発表や漢字の発表や、旧漢字の発表というのがあったときに、それをこの語彙素というのに直して、発表という漢字一つに直してというような処理をしてくれるんですが、雪だるまの特徴として形態素結合という機能がありまして、例えば気がつくという単語はユニディック体系で分けると気とがとつくというふうな3種類の形態素に分かれてしまうんですが、これを1つの形態素にまとめることができます。これを利用して今回はこれを利用しながら今回は雪だるまの単語辞書に含まれるユニディックの単語辞書に含まれる表記揺れの解消と、またユニディックの単語辞書にはない表記の表記揺れを獲得する方法について、今回はいくつか紹介させていただきます。まずはメカブユニディックを元にしているので、そもそもユニディックの中で、すでにまとめ上げられているものを、まとめました。ユニディックには語彙素と所持形という情報がありまして、所持形というのが見出し語みたいなものなんですが、やっぱりとやはりとやはりというような3種類の表記があったときに、それをもうやはりという一つの表記にまとめ上げることがすでに情報が、そういう情報が付与されています。これを利用して固有名詞以外の全ての名詞をまとめ上げたものが 26,425 程度ありました。また固有名詞をまとめ上げなかった理由は、私西山という名前なんですが、その西山という名前でもいくつか漢字が表記があると思うんですが、それを全部まとめ上げてしまうと、それはそれで表記例じゃないんじゃないかということで、今回は固有名詞以外をまとめ上げました。今ユニディックで 26,005 まとめたんですが、これだけじゃ全ての表記ではまとめ上げられてないんじゃないかということで、今回は新しく6種類のユニディックからのユニディックの辞書からまとめ上げる手法と、ユニディックにない語をまとめ上げる2つの手法について考案しました。今回時間はないので、編集距離を用いたまとめ上げと、ワード2ベックを用いたまとめ上げと、ボイントハイフンの機械によるまとめ上げだけ紹介させていただきます。まずはボイントハイフンを機械によるまとめ上げなんですが、例えば街中でラーメンとか看板を見かけるんじゃないかと思うんですけど、これでは本当はラーメンという、このカタカナのラーメンという表記に置き換わると思うんですが、こういうものを取りたくて、あ行のシーンであればあ行のシーンプラスあみたいな、い行であればい行のシーンプラすいのようなパターン、そういうパターンを作成して置き換えてみたんですが、そうするとほうき星とほうき星のような単語が確かに取れているんですが、例えば、シークとシークのようなカタカナ、英語を元にしたカタカナ語のようなものがある場合に曖昧性があり、こういうものはまとめ上げられないので、こういうものに関しては人手で削除を行いました。また編集距離を用いたまとめ上げなんですが、これはユニディックの辞書の中から編集距離、レーベンシュタイン距離ですが、1から5までの単語対を全て抽出しました。その中でこのジャガイモとジャガイモみたいな単語が取れるんですが、これの異なる部分の文字、これであれば小さいやと大きいやなんですけど、こういうパターンを取ってきてあげて、そのパターンに当てはまる単語を逆に取ってくるような手法を行いました。これによって約1万語程度取れるんですが、この塩鮭と塩鮭であれば正しい対だと思うんですが、この死と字という単語のパターンで、シュートとジュートのような、これ布らしいんですけど、シュートとジュートのような異なる意味の語が出てきてしまうんで、こういった単語パターンは同じなんですけど、異なる単語の対に関しては人手で除外を行いました。これが約5000語程度除外しました。またワード2ベックを用いたまとめ上げなんですが、今回は日本語ウィキペディアを学習コーパスとして上位15を獲得しました。さらにその15の中で編集距離が1以上の5を抽出して人手で選定を行いました。この人手で選定というのは、例えばこの身の毛もよだつと身の毛がよだつような身の毛がよだつというような単語を取れるんですが、例えばこの買い占めると買い集めるは微妙にニュアンスが違ってきたりとか、放り上げると振り上げる、これはもう全然違う単語だったりとかするんですけど、こういった語を削除するために人手で選定を行いました。
またそうですね、ワールドツーブックだと先ほどのレーベンシュタイン距離で取れなかったような、どうですかね、ちゃんこ鍋とちゃんこは取れそうな気がするんですけど、さっきは取れてなくて、さっきそれっていうのはそのちゃんこっていうのはひらがなだけの語なので曖昧性が高くて確か除外したような気がします。そういった語に関してもレーベンシュタイン距離を使わずに、ワードツーベックを使うことで獲得することができました。また今まではそのユニディックの辞書の中に含まれる単語について表記量まとめ上げを行ったんですが、そうではなくてユニディックの単語辞書にない単語を獲得しようということで、かな漢字変換による表記量の拡張を行いました。でそもそもどういう意味かというと、例えば気がつくという単語は気とがとつくがユニディックの辞書内ではまとめ上がってるんですが、これを例えば気がつくという何ですかね、形容詞、形容詞じゃない、慣用句に直そうとすると、例えば木がひらがなの木とこれまとめ上げなければいけないんですが、木というのは例えばツリーの木とかもありますし、つくも同じように、電気がつくとかのつくもあるんで、そういった意味でこの単語一つ、形態素一つ一つでまとめ上げることはできないという問題がありました。ただそこで雪だるまの形態素結合という機能を利用して、気がつくをもう一つの単語として見ることによって表記量をまとめ上げることができるので、それを利用しました。手法なんですが、例えば木であればこれをひらがなに直したものを、置き換えるというような処理を行ったんですが、それによって一息入れるであれば入れるの部分がこうひらがなに置き換えたりとか、これでまとめ上げることができました。ただしそうすると、例えば一息入れるであっても一息の人がひらがなだったり息がひらがなだったりとたくさんパターンが出てしまうので、それでまあパターンを作るのはいいんですが、実際に使われなければ無駄になってしまうので、 BCCWJ で1回以上使用されているものに関して登録しました。これによって、8798号ユニディックの単語辞書内からまとめ上げることができ、さらに2533号新しく辞書に登録することができました。で本書法では漢字からひらがなにしか置き換えを行わなかったので、今度はひらがなから漢字に置き換えることができればさらに単語が拡張できるのではないかと考えています。こちら参考文献になっています。以上で発表を終わります。ありがとうございました。